将棋将棋の団級将棋の団級では、将棋における団級異性の概要について述べる。将棋の団級には3つの体系があり、それは、騎士の段位の体系、女流騎士の団級の体系、そしてアマチュアの団級の体系である。歴史的には、将棋の団級異性の確率は、以後よりかなり遅く、18世紀になった、2年に、随に、 段位の記載がされてからである。それ以前は面上に名人に対しての手合割を記載していた。また、気力を示すものとして、段級の他に、レーティングという概念があるが、プロの将棋では、昭和初期に公式のレーティングシステムとして、比例得点制度が採用されたことがある。さらに、順位戦でのクラスも、気力を示す指標とみなされることがある。段級位制は、 様々な分野で用いられる制度であるが、口頭での読み方には違いが見られる。将棋界では9段、4段の読みとして、それぞれ9段、4段が普通である。ただし、7段の読みとしては、7段と7段が混在している。騎士の段位は4段から9段までである。3段以下は、新進騎士奨励会の段級くらいとなっている。 奨励会の段級くらいと騎士の団級位は連続しており、奨励会の3段から4段に昇段することでプロ騎士となる。なお、4段以上の騎士は降段することがない。昭和9年に大阪で増田光三が初段になった頃までは、初段からが専門騎士だった。その頃、それと並行して奨励会ができた大阪は、昭和10年ことをきっかけに、 4段から、プロ騎士という制度が確立していった。なお、木村義雄の自伝には、昭和13年時点で決めた騎士の給料体系について、4段以下奨励会の人々は、まだ修行中のため、給料はなく、下宿料程度と記述されている。プロ騎士にとっては、ダニーは、肩書きでもある。タイトル保持者はタイトルが優先され、また特に竜王と名人についてはさらに優先される。 一例として、ある騎士が、竜王、名人、棋聖の三つのタイトルを保持していると仮定すると、この棋士の故障は、竜王、名人である。ただし、棋聖戦を主催する三経新聞社による故障は、棋聖である。また、棋聖戦に関する報道においては、他の報道機関も、棋聖と故障する。このケースでは他に、タイトル戦ではなく選手権であるが、NHK 杯戦の場合、 NHK 杯戦放送時や NHK での報道媒体に限り、当該年度の NHK 杯戦前回優勝者は NHK 杯戦主権者と呼称。現役騎士の場合、優先順位は以下の通り。竜王、名人竜王と名人を共に保持している場合、竜王と名人のうちいずれか片方のみ保持しているバ場合丸間竜王と名人を除くタイトルを2つ。 以上保持している場合竜王と名人を除くタイトルを一つだけ保持している場合衛星称校。日本将棋連盟により現役中の故障を認められた者、あるいは現役で満60歳を迎えた名誉王座のみだに、引退騎士と仏っ騎士は衛星称校。日本将棋連盟から送られた称校、段位の優先順位に基づいて故障される。衛星名人の他に、 複数の衛星称号を有している、大山康春と中原誠は、それぞれ、大山康春15世名人、中原誠16世名人と、衛星名人の称号が優先されている。アマチュア選手が、プロ公式戦に参加する場合、日本将棋連盟では、アマと一律に故障し、アマ団位は伏さない。現役騎士の商談は、この表の規定を基本としている。商談は、 基本的に一段ごと、かつ一年に一回以内であったが、2006年度から竜王戦の規定での商談のみ、飛びつき商談と一年以内の二度以上の商談が認められるようになった。2009年度からは、順位戦の昇級に伴う商談や、全吉参加期戦優勝による商談、タイトル挑戦、獲得関連の商談についても同様に、 商談規定を満たした時点での商談となり、1年に1段位という制限はなくなり、タイトル獲得による飛びつき商談も可能になった。2018年6月1日、8段への商談規定にタイトル獲得2期が加えられた。上記以外にも、などがある。8段で引退した騎士に名誉9団が贈られた例があり、金安次郎、渡辺統一。 加藤二郎、高柳敏夫、佐瀬友二の5名に対し、いずれも生前に送られている。八段以下の騎士が死去した場合、追悼の意味で商談させることがある。八段まで商談して、現役のまま死去した、山田道義、板谷進、村山清、真部和夫の4名は、いずれも九段を追贈された。この場合、名誉九段ではなく、九段である。ただし、 商談規定を満たしての球団と区別するため、追贈球団もしくは、球団と表記されることもある。最近の事例としては、2016年12月25日に、現役のまま死去した伊藤の王六段が七段を追贈された、例、2015年1月30日に死去した川口俊彦七段が八段を追贈された例がある。また、王の源一、花村元次。 坂口雅彦、ナダレンテラ氏、松田茂役の5名は、生前の球団への商談自由が、増球団となっている。1981年の松田を最後に、この事例はなくなっている。元来、将棋界の段位は、8段が最高位であり、9段、10段は存在しなかった。ただし、1902年に、 時の名人であった小野五兵が作成した相撲の番付を模した将棋有名館に取締り協和式寺日本西洋将棋指南球団名人小野五兵と記載されている事例がある。1943年将棋体制会は名人くらいとは別に球団員を設けることを決定し、読売放置市場で全八段、七段が参加する球団設定戦が開始された。 1945年5月に新聞発行不能で休止に。戦後、1945年11月から読売放置市上で球団設定戦が再開。しかし、球団位は誕生しなかった。さらに、1950年には九段戦が設けられ、タイトル獲得者には、団位ではなく、名人に次ぐ、タイトルとしての球団が与えられることになった。その後、 1958年に、団位としての球団への商談規定が定められ、大山康春と増田光三が球団に商談している。しかし、タイトルとしての球団と、団位としての球団は、前者は、出感すれば名乗れなくなるが、後者は永久に、名乗れるという実際上の違いがあるに過ぎず、明確に区別されるものではなかったようである。実際に、タイトルとしての球団を三連覇すると、 衛星称号としての衛星球団が与えられるが、永久に名乗れるか否かという区別が失われることから、衛星称号としての衛星球団と、団位としての球団とは、ほぼ完全に同一視されていた。1954年に球団のタイトルを3連覇して、衛星称号の資格を得た、塚田正夫について、清水高康、大山康春、青野照一がそれぞれ著書で次のように述べている。 塚田は、ここを防衛すれば、タイトル3期獲得となり、衛星球団の称号を許されるということで燃えたのか、2連勝の後、昭和29年11月27日、東京、本郷の、龍、岡で行われた第3局にも勝ち、3連勝で、実力球団第1号となった。清水高安、4月17日、名人3期以上在位した者。 在位2期でも順位戦の成績抜群のものという、規約により、塚田さんに次いで二人目の衛星球団の資格を得た。増田さんも該当者であったが、当時は名人在位者であり、この日は私だけが衛星球団を許されたのであった。大山康春は引用者が挿入、球団は元来昭和20年代にあった球団戦で4期優勝した塚田正夫球団と、 名人を出感して元の八段ではということで、名人2期の増田光構造球団に授与された二人だけの段位であった。青の照一、三者の述べることは一見すると相互に矛盾しているが、と整合的に解釈できる。また、大山康春は1960年に球団戦三連覇を果たし、 衛星称号としての衛星球団の条件を満たすが、すでにほぼ同一の資格である、団位としての球団に昇段していたため、新たに衛星称号を獲得したものとはみなされなかった。このように、当時の騎士、連盟は、団位としての球団とタイトルとしての球団の区別に敏感ではなかったが、これらが混在することにより、例えば1958年度から1961年度までは、 タイトルとしての大戦球団への挑戦権を争うものの中に塚田球団や増田球団が含まれるという見るものにとって非常にわかりにくい状況にあった。そこで1962年度から球団戦は十団戦に移行しタイトル称号は球団から十団に改められた。1988年度から十団戦が発展解消されて竜王戦となり、 十段の称号はなくなった。ただし、十段のタイトルを多数回獲得した者に、衛星十段の称号が与えられ、大山康春と中原誠の二名が、その該当者となった。なお、衛星九段の有資格者である塚田正夫に対しては、没後に、名誉十段の称号が追贈された。また、騎士ではないが、名人400年を記念して、日本将棋連盟が、 徳川家康に銃弾段を送っている。2001年には加藤ひふみが、騎士会において、自身が球段商談後の戦勝を達成したことを示し、ダ位としての銃弾段の新設し、自身に授与することを提案した。概要1973年当時、日本将棋連盟会長だった加藤次郎の提案により、それまでは、名人3期のみであった球段商談の条件が緩和され、 九段昇格規定30点とタイトル3期の2つが加えられた。背景には、当時以後では九段の騎士が多数存在していたのに、大使将棋ではわずか3人だったことがあり、一説には永久八段の将棋騎士が九段の囲碁騎士と同席した際、段位によって待遇に差をつけられることがあったため、将棋界ももう少し九段を作ろうということになったという。 九段昇格規定の点数は下記のように計算する。また、その後、昇段規定の追加や、さらなる緩和が行われ、2018年現在の九段、昇段規定は、八段昇段後公式戦250勝、明治に1期、竜王2期、タイトル3期となっている。また、フリークラスの騎士については、八段昇段後の公式戦勝数にフリークラス在籍年数を、 勘案した球団への商談規定がある。一覧表現域で段位が球団になった棋士の一覧を示す。項目名のボタンをクリックすれば、並べ替えが可能である。括弧内は、球団商談の自由が発生した日を表す。ただし、商談日と同じである場合や、新規定の施行日での商談の場合には記さない。複数の条件を同時に満たした場合は、 連盟が発表した方の自由を優先する。左端の数字は、騎士番号であり、小さい番号であるほど、プロ入りが早かったことを表す。前日の通り、奨励会には、最高3番までの段級位が存在する。奨励会に入会した者は、多くの場合6級からスタートして、奨励会員同士の対局をし、規定以上の成績を上げると一つ上の段級くらいに、 昇進できる。三段に昇進すると、三段リーグに参加して三段、同士のみの対局を行い、そこで所定の成績を収めると四段の騎士になる。奨励会では、成績不振による、高段点、高級点を2度取ると後段、高級となる。成績不振の場合は、高級して7級になる場合もある。過去に存在した、奨励会の下部組織、 奨励会初等化では7級から10級までの級位が存在したものの、現在は8級以下は存在せず、7級から高級した場合には大会となる。高段、高級があるという点で、奨励会の段級異性は、将棋界の中で得意なものである。女流騎士となる方法については、女流騎士、女流騎士になる条件を参照。女流騎士の段級くらいと、騎士。 奨励会員の段級くらいの体系は異なる。女流騎士の段級位は2020年時点で、女流2級から女流7段までだが、女流タイトルを保持するトップ女流騎士でも、騎士との公式対局での勝率は、2018年度終了時点で2割程度であった。女流騎士の昇級、昇段規定は、日本将棋連盟ホームページの、昇段規定、日本将棋連盟で公表されている。 日本女子プロ将棋協会の昇級、商談規定は日本女子プロ将棋協会ホームページの機士規定で公表されている。2012年の公益社団法人化に際して制定された。日本将棋連盟の昇級、商談規定にルプッサ主催規戦の戦績による規定が加わったものとなっていたが2014年5月30日に改正され、 将棋連盟と全く同一のものとなっている。アマチュアには15級から9段までの段級位がある。初段以降は面上が1級までは9位認定状がそれぞれ日本将棋連盟から発行される。なお、アマチュアの段ら位とプロの段級位は体系が大きく異なっており、日本将棋連盟は奨励会の6級がアマチュアの3段から4段。 あるいは5段に相当するとしている。また、女優2級はアマチュアの2段から4段相当としている。渡辺明は2008年にアマトップの方々は、奨励会で言えば、プロ手前の2段から3段の力はあると述べている。アマチュアの最上位クラスにはプロにはなれなかった、元奨励会員も多くおり、実際にアマチュアトップは、元奨励会3段であることも多い。どちらにしても、 元奨励会三段に勝てる実力がなければ、アマのトップには立てない。プロは、奨励会に入会する時点で、総応の気力を要するため、相対的に上下の実力差は小さいが、アマチュアは、全くの初心者からプロ公式戦で勝利するものまで、実力差が、極めて大きい。アマチュアの段級くらいについては、以下のいずれかの方法で、申請資格を得た上で、 日本将棋連盟に、免状、認定状の発行を申請できる。講述する所定のアマチュア大会で所定の成績を収めた場合には、免状が贈呈される。しかしそれ以外の方法による場合は、段位免状、級位認定状の発行が有料であるため、囲碁と同様に地方の機会では、免状を持たない段格のアマチュア騎士が存在する。また、同じ段級くらいでも、 取得方法によって難易度が異なる。認定問題による獲得は比較的優しく逆に将棋クラブ24での取得は非常に難しいとされる。アマチュア竜王戦の全国大会優勝者にはアマ7段が送られる。この他にも日本将棋連盟主催のアマチュア将棋大会での成績によってアマ四段から六段が授与され同一大会で三回優勝すると アマ7段が授与される。ただし、学生棋戦や女性棋戦においては独自の運用がなされており、3段以下の免状が送られることもある。さらに、日本将棋連盟が主催しない大会の中にも、所定の成績を収めれば免状が送られるものがある。事実上の最高段位であるアマ8段については、アマチュア流欧戦全国大会で、通算3回の優勝、限定試験、 プロ騎士の推薦の3つの取得方法があり、2000年から2016年の間に44名がアマ8段を取得している。また、政治家や著名人、将棋普及への貢献者などに名誉称号の意味合いを含めたアマチュア団員免状が贈呈されることがある。政治家の田中角栄、福田武を将棋普及に貢献した長井秀明。 読売新聞社のトップを長く務める渡辺、常浦には、天八段が送られている。2011年には、日本将棋連盟東海本部の設立に尽力した、堀田正雄に、史上初となる天九段が送られた。2014年9月23日、熊門に、天初段が送られた。2021年2月20日、長年にわたり将棋普及に、多大な貢献があったとして、 青森県の会社経営者、中戸敏弘に、史上二人目となる天球団を授与すると発表した。免状授与は4月3日となる。日本将棋連盟青森県南支部の結成、将棋天国社を設立して、将棋天国史を発行、大戦将棋記念館を、開館、500回以上の将棋大会を開催、機動師範としての活動、等の実績がある。江戸時代は、 将棋賞を名乗る将棋三夜が面上を発行していた。明治時代になっても依然として三夜が発行権を握っていたが、大橋文家、伊藤家は絶え、残る大橋本家も十二大当時の大橋集金が1910年に死去し、以降の大橋本家は将棋界から手を引いていった。総金は自身は五段に止まったため、早くから面上の審査を、小野古平、後に、 関根金次郎に委託していた。こうして、時の名人が免状を発行するようになったが、名人だけでなく時の実力者も勝手に免状を発行するようになった。1927年、日本将棋連盟が発足し、1935年に実力性名人戦が始まったことで、免状発行権も日本将棋連盟に一元化された。戦前の将棋界においては、 専門騎士と呼称されたプロには免状を発行しなかった。専門騎士が規定に基づいて商談すると商談の事実と使命が発表されるのみであった。戦後になってプロにも免状を発行するように制度が変わった。初段以上の免状には日本将棋連盟会長、名人、竜王が直筆で署名する。過去には永世名人が署名に加わったこともある。また、 通常は、名人、竜王保持者が、その他のタイトルを保持している場合でも、それらは免状に、被災しないが、羽生義晴が七冠を達成した際には全タイトルを、平気した、特別免状が発行されたことがある。現在でも、永世名人や、他の騎士の署名をつけるキャンペーンが不定期で行われている。推薦人や、その他の騎士の署名を希望することもできるが、費用は、 大相談となる。面上の発行数は非公開だが、米長国夫は年間1万本近く署名すると述べている。署名を続けていると足の繊維が舞い上がり綿ぼこりのようになるため、署名の際にはマスクが手放せないという。一方、9位認定上は連盟会長の署名が印刷されるのみとなり、文面も15級から1級まですべて同じである。対象は、 騎士、女流騎士、指導騎士。署名は日本将棋連盟会長のみで、名人、竜王の署名はない。女流騎士は女流初段以上で免状が授与される。日本将棋連盟の移植により、作家で後期化であった滝井耕作が戦した文面が1958年から免状に使われ続けている。初段から九段までそれぞれ異なる文面である。 アマ免上は段位を隠居、プロ免状は免許と表現する。対象者の表記は、アマは、天、プロは、騎士、女流騎士、指導騎士となる。プロ免状は、年に2回、4月半ばの将棋対象表彰式、免状授与式、11月17日の将棋の日表彰、感謝の式典において、商談者に授与される。ありがとうございます。